今履いてるナイキのペガサス38っていうやつが結構靴のなんつうのソールが剥がれてきて何度か補修してるんですけど、この前テントがぶっ壊れた日にえらいことになっちゃって、もう前がペラペラ状態まで来てて今補強したんですね。で今補強で持ってるんです、完全に持ってるけど、あーって言ってたらあのメーカーが靴を提供してくれるという話にはなったんですが、お断りしました。理由はですね、夏が来ると靴は履けない。理由は夏になると汗びっちょりになる。そして体、頭から足先にわたり汗が流れていくでしょう。それが靴に溜まるとびっちょびちょになる経験を俺は何度も経験したんで、靴は履けないですね。だから初めての今回夏でしょう。でいかつい荷物も持ってるし、サンダルでサクッと足を何度も洗えるようなものじゃないと無理なんだということで、私はスポーツサンダルを履く。